こんにちは。7月の7日火曜日の日替わり竹部でございます。さて、七夕ではありますけれども、東京地方どんよりとした天気になっておりますが、じゃあ外為市場はどうだったのかと、東京外為市場もですね、ちょっとどんより気味なのかなというふうにして思います。で、今日は資料を複数持ってご案内させていただこうかと思いますが、まずはドル円相場でございます。122円台のですね、大体半ばから後半を、まあ、右往左往するような状況でございました。本日の東京市場、まあ、ちょっと見づらいかもしれませんが、黒い方でございますね。はい、黒い方のラインがドル円のチャートでございますが、もう一つ赤いラインの方が何かというと5ドル円でございます。で、こちらの方は91円の大体60、90台ぐらいの間で、動きを見せていたわけでございますけれども、まあ、どちらかというと個人的にはドル円よりも5ドル円、まあ、ドル円の方に関してはウィークリーレポートの方もご案内させていただいておりますが、先ほど申し上げました通り、まあ、申し上げました通りというほどのものではないんですが、日足の一目均衡表を天の川に見立てて、支援されるのではないかというふうにして申し上げたところではございますが、私本日興味持っておりましたのは5ドル円でございます。で、この5ドル円については先ほどもう一方のところで持っておりました資料でございますが、何があったのかというと、本日の東京時間13時半にオーストラリア中央銀行準備銀行、ね、RBA の政策会合がございました。RBA リザーブバンクオブオーストリア、オーストラリア、こちらに出ています。ホームページの方でもうどなたでも見れますが、アンチェンジと 2.0% 2% での、金融政策のそのままだというところに出ているんですけども、ポイントとして見ていきたいのは、今日一部はですね、ひょっとしたら、まあ、中国の景気減速懸念を予防的な措置で利下げするんじゃないのなどというような、ちょっとかなり弱気な、弱気な強気なポジション仕込みというんでしょうかね、そうしたところを持っていた方もいたようでございますが、結果としては何もなかったというところでございます。ただし、ちょっとこのステートメントにおいては、まあ、いつもと変わらないんですけども、やはり注意深く見たいのは金融政策、この真ん中あたりに書いてあるんですけども、現状のところは調和的であって、今のところが非常にいいよというようなことを書いてあるわけでございますけれども、やはりですね、対ドルにおいてちょっとまだ、まあ、少し下がってるけれども、もっともっと下がってほしいというようなことが書いてあります。ドル、5ドルが下がっているにもかかわらず、例えば景気、貿易条件あまりよろしくなく低下しているんだとこういうようなこと形で、ステートメント、声明文出ているわけでございます。さて、そこで今回でございますが、5ドル円にフォーカスして RBA が望む5ドル水準に到達とこういうところでございます。こちらのイラストのはどなたかというと、グレン、スティーブンス RBA 総裁でいらっしゃいますけれども、この方が去年の末に何をおっしゃったのかと、対米ドルでの、0.85 ドルよりも 0.75 ドル水準が望ましいと言ったのを皆さんからなんとなく覚えていただいてますでしょうかね。こういうようなところがあって、5ドルが対米ドルで弱含んできたというような経緯がございますが、これイメージだけ捉えていただければと思います。まず一番左側のところでございますが、これは月足での5ドル米ドルでございます。で、 0.85 水準から大きく下落して、現在足元 0.75 ドル水準まで到達いたしました。厳密に言うと昨日は0.75 水準もちょっと割れてというような場面がございました。そうなりますと、スティーブン総裁がおっしゃっていた5ドル対米ドルよりももっともっと下がってほしいと言っていた目標というのは一つは達成したのかなというのが一番左側のチャートでございます。じゃあ大円、特に5ドル円お取り組みの方々は、そうした動きに対しては非常に気をもんでいらっしゃるかというふうにして思います。で、5ドル円においては、これドル円、これちょっと後ほど改めてご案内させていただこうかと思いますが、ドル円との掛け算通貨で計算しなくちゃいけません。そうなりますと、今現状が先ほどご案内させていただいたように、だいたい122円台のミドルと、122円の50銭水準でもいいんですけども、かけるの 0.75、まあ、これもだいたい 0.75 というふうに仮にした場合は、だいたい91円台の数字が出るはずでございます。そうしたところにおいて、以前、これは投資の力、先週の金曜日もしくはその前の時にもですね、この日替わり竹部などでご案内させていただいたかと思うんですが、真ん中のところのチャートはこれ日足の一目均衡表の雲、ぜひご自身でも一度ご確認していただければと思いますというような言い方は何回も申し上げているような記憶があるんですが、日足一目均衡表の、日足じゃないですね、週足の一目均衡表の雲では95円の50銭水準が支援できるかどうかで、逆に言うとこれを下回るとずっと上にかぶさってますよ、雲になってますよというようなイラストはご案内させていただいた記憶がございます。残念ながらそれが
やはり雲を突き抜けていくことができず、逆天の川になってしまったというふうにして言えば聞こえがいいのかもしれませんが、雲がやはりですね、上申性を圧迫しているというところが真ん中の週足の一目均衡表、そして今度は一番右側のところでございますが、日足の一目均衡表においても93円の75銭水準というのが支援されているという形で期待をしていたんですが、残念ながらこの下水準を下がってしまったんですね。そうなりますと今日は随分武部嫌なこと言うなと。これ5ドル円を取り組み、特に5ドル買いの円ショート、持ってらっしゃる方々には随分武部は嫌なこと言うなというふうにして思われるんじゃないかなというふうにして思うんですが、ただし武部も、それなりに前向きでございます。で、2つ目の資料においてはまず左側、よくご覧になっていただければと思います。私というふうにして申し上げるのは非常に僭越な言い方でございますが、5ドル円を取り組みの皆様方の市場心理というのは、この売買比率動向からはなんとなく察するところでございます。下がってきたところで逆張り難品、そしておそらくでございますけども、イメージとしては96円水準で買ってるんだと、そして直近92円91円水準ぐらいで買ってるんだ、ここでもう一回難品、コストを下げたんだという方々はおそらく93円94円ぐらいのところまで、コストを下げたのかなと。ただし もちろんでございますが、持ち高が増えた分だけリスクは増大しているというふうにして申し上げたいところでございますが、この水準、先ほどの、日足の一目均衡表のところの雲の上限にちょうどもう一回トライできるような機会がいつか出てくるんじゃないかなというふうにして期待を持っております。というのは先ほど申し上げたようにドル円相場においての上進性、いくらなんでもこのままには済まないだろうというような私も期待を持っております。まあ、いずれにしても124円5円というところまではポンポンとテンポよくいくとは思いませんが、122円台の後半というところではもう一転がりするところでは123円台までというところで、この91円92円水準での5ドル買いの円ショートのポジションをお持ちになられた、難品なされたのは意外と計算上はコスト的にもいい塩梅なんではないかなというふうにして思いました。そしてもう一つ、今度は右側のところでございますが、こちらは何のチャートかというと、月足の一目均衡表での雲の、今度は大きく何年もかかってきているような雲の帯が現状これ91円水準ぐらいのところで下支援してるんですね。竹部のイラストが出ております。そうなりますとここがかなり大きな分水嶺に達しているということと、今般、RBA の総裁が一度おっしゃったことで 0.75 からそれがこそ 0.65 がいいというような言い方、それいつか出てくるかもしれませんが再現ございませんので、マーケット一旦5ドル米ドルにおいては一旦の到達感を持ったんじゃないかなとして見ております。さてそうなりますと5ドル円においてはこうしたテクニカル的な、支援というんでしょうかね、ベンチマークのところが今後は重要視されてくるのではないかなというところで、まあ、こうした水準、現今一滴、もしくは4月の上旬にも同じような場面がございました。まあ、この時から買っていって95円6円7円に向けては大きく回避率が下がっていった、利益確定に動いた皆様方がいらっしゃるのかなというふうに思いますが、上がってきたところでは意外とよく見ると回避率はびっくりするほど上がらずに、今ここに来て下がってきたところでもう一回91円92円水準を待ってた方々の方が多かったのかなというふうにして思うところでございます。そうなりますと、先ほどの94円水準での、96円92円ぐらいのコストというふうにして申し上げましたが、意外と新規エントリーで、5ドルロングの円ショートをお持ちになられた方々もこうした月足の一目均衡表などを見てエントリーなさった方々が多いのかなというふうにして見ております。5ドルにおいてはですね、ちょっと上値が重い、そしてリスクオフ、特にギリシャ問題においてリスクオフでの圧力が少し出てきているところではございますが、テクニカル的には、まあ、週足と日足においては93円95円水準というのがちょっと上値を圧迫しているところではございますが、この月足というところに頼ると、もしくはこの5ドル米ドルにおいてはいいタイミングでの今日柄なのかなというふうにして見ております。さて、そして本日は火曜日でございますので、火曜日のテーマ、覚えたい外為金融用語ということで、クロス円掛け算通貨というところです。で、先ほどご案内させていただいた5ドル円において、クロス円掛け算通貨ちょっとよくわからないんだ、どういうことっていうふうにして思われる方が多いかと思います。まあ、今はですね、取引画面においても、すぐに、まあ、いろんな掛け算というかエクセルっていう言い方変ですね、計算がちゃんとアルゴが取り込まれてますので、すぐにレートが5ドル円はいくらだというふうになってくるところでございますが、
二昔ぐらい前の武部の経験値というところでは、だいたいドル円が今いくらだから、そして5ドル米ドルが今いくらだから、それを掛け算で5ドル円をだいたい電卓叩いてインディケーションとして気配値として出して、実際にマーケットにあるのかどうかというところでインターバンク市場で取り組んでいた経緯ございます。まあ、厳密には私5ドル円を出すというよりも9円だとか、まあ、随分古いですけども、ユーロドル絡みでユーロ円のプライスは出るのかというようなところで、よくマーケットでそうしたトライがあったわけでございますけども、実際のところでこの今回5ドル円を紹介させていただく上でどうやって計算しているんだろうかというところで、クロス円というものありますけれども、もう一方で掛け算通貨というのをお耳になされる方が多かったと思います。で、それは例えばドル円のビットとオファーのレート、そして5ドル米ドルにおいてのビットとオファーのレート、これを掛け算すると5ドル円が出るよという、まあ、非常にシンプルなところでございます。で、何かというとアメリカの国旗ですね、要はこれ見ていただければと思いますが、米ドル、こちらの方がそれぞれ相殺されるというところでございます。ドル売りドル買い、もしくはドル買いドル売り、それぞれあるところでございますが、ビットとオファーですので、それが、結局相殺されて5ドル円単体が残るよというような、まあ、仕組み的には非常に簡単でございますので、掛け算通貨、この他にいろんな通貨ペアありますけども、意外と単純計算、単純に計算されて出てくるものだというところを踏まえていただいてお取り組みをしていただければと思います。クロス円というのは基本的に本邦の投資家を中心として回っている、構成されている、形成されているマーケットだというところで、そもそも論でございますが、掛け算で成り立ってマーケットにプライス提示されているんだというところをですね、改めてご認識していただければ、逆に言うと値が飛びやすいんだなというのもなんとなくご理解していただけるのではないかなというふうにして思います。そして今夜でございますけれども、先ほど申し上げました通り、週刊見通しでもちょっとご案内させていただきました。今夜は21時半から米国の貿易収支が発表されます。で、これと合わせてでございますけれども、またまたでございますけれども、ギリシャ関連の報道というのが米国債金利、もしくは、欧州債金利などの動向を及ばして、ドル円その他大きくマーケットを左右させていく、影響させてくる可能性あろうかと思います。継続してですね、リスク管理の十分ご注意していただいてお取り組みいただければと思います。以上、7月の7日火曜日の日替わり竹部でございました。